こんにちは、バブル B です。この番組は日本各地からゲストにオンラインで出演していただき、今どうしていますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオ、バブル B の友達ズームインです。本日のゲストは e スポーツチームマネージャー、配信スタジオディレクター、イベンターの黒川さんです。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい。おかしいですね。あのイベントにお誘いいただいたりとかご一緒したりとかして、東京でですね、はい、あの渋谷のクラブネオでですね、あのイベントをお誘いいただいて、お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。まあそれからまあ何年かあのご無沙汰しておるんですけども、ね、はい、まあでも黒川さんが何やってらっしゃるかっていうのはまあツイッターでですね、広くあのお見かけしておりまして、で今はですね、あの配信で、バーチャルのクラブイベントをですねオンラインでやってらっしゃったりとか、あと e スポーツに関わってるっていうことをですね、はい、あの見てるんですが、まあ細かいところでどんなことをしてるのだろうっていうのはですね気になっておりまして、はい、でその辺を今日お聞かせいただいたらと思うのと、まだそれとその、はい、今コロナでね自粛とかなってる影響でどういう変化があったかなっていう話をあのお聞かせいただいたらなと思っております。はい。まあ、そんな中で、今日のこのプロフィールにあります e スポーツ チームマネージャー、そして配信スタジオディレクターで、イベンター、この3つをですね、ちょっと順番にお聞かせいただければと思うんですけど、まず e スポーツのチームマネージャー、はい、これはどういった活動になりますでしょうか。はい。これはちょうど1年経ったんですけど、はい、去年、ノラ連合という、はい、FPS、いわゆるシューティングゲームの、うんうん、まあ、アジアチャンピオンで世界大会で初めて4位に入るっていう、はい、e スポーツ協会ではちょっと大きな、はい、プロゲーミングチームの、はい、部門を、フォートナイトとブロスタっていうタイトルの部門のマネージャーをやらせていただいてます。おお、はい。これマネージャーっていうのは仕事の内容はどういう感じなんですか。はい、具体的には、うん、まあ、選手の、スケジュール管理ですとか、はい、あとはスポンサーの、方々に実績の報告だったりを、つどつどしていかなければいけないので、うん、まあ、その辺の基本的な事務作業というか、うん、はい、あとはプロの選手は若い子がすごい多いので、はい、まあ悩み相談だったりとかうん、うん、まあ、時には恋愛相談みたいな僕別に恋愛のプロってはないんですけど、はい、なんかそんな相談に乗りながら、うん、あの、まあ、僕も本当に最近なんですけどゲームすごいハマっているので、はい、一緒に遊んだりしながらやってます。お、はい、なるほど。だからそういうメンター的な動きっていうのもあるという感じですね。そうですね、はい、なるほど。はい。e スポーツチームマネージャー、そして配信スタジオディレクターとありますけども、はい、こちらはどういったものでしょうか。はい、こちらは本当に今年まさに、まあ、こういうご時世にはなってしまったんですけど、はいはい、今年の、5月に、オープンした、はい、e スポーツゲーム実況の、うん、専門の配信スタジオを、はい、NWC スタジオというスタジオをやっていまして、はい、そちらに、まあ、プロのゲーマーだったりとか、うんうん、まあ、時にはアイドルとか、まあ、タレントさんなんかがいらっしゃって、ゲーム実況を、まあ、やりたいけど、うん、まあ、そういうパソコン、ハイスペックなパソコンだったりとか、配信環境が用意できない方に、うん、お使いいただいて、配信イベントをやられたりとか、うんうん、プロの方だと、ハイスペックな環境で、大会のこう競技史に臨むみたいなこういうサポートをさせていただいてます。その今いらっしゃる場所がまさにそこ、はい、ね、そうですね、ここが、はい、今スタジオの中にゲームできる、ブースが2つあるんですけど、はい、そのうちの、小さい方というかコンパクトな方の、うん、スタジオがこちらになります。なるほど。はい、このスタジオからの配信はもう主にゲームを想定してらっしゃるっていう感じでしょうかね。はい、基本的には、ゲームの、配信を想定して、パソコンが2台、はい、まあ、モニターが結構7枚とかあるので、うん、まあ、いろんな使い方ができるかなと思っているのと、あとはプレイステーション4だったり任天堂スイッチだったりとか、まあ、スマートフォンのゲームなんかも配信できる機材は揃えてあります。うん、はいはい、場所は東京ですか。はい、東京の代々木の駅から徒歩3分のところに、すごい、はい、一戸建てがありまして、ね、まあ、ちょっと隠れ家的なスタジオになってるかなと思います。うんうん、いい場所ですね。はい、山手線の駅から徒歩3分。かなり近いので、はい、アクセスはいいかなと思います。
はい、それではですね、ちょっとここから、NWC スタジオの、中を、紹介していただこうと思います。はい。はい、今カメラを持ち歩いて。おぉ、スタジオが機材が見えますね。はい、感じになってます。これグリーンバックがあって、で照明があって、で、まあ、PC のモニターが今3台です、ね。いい環境ですね。割と本当に何でもできて、はい、ここにスイッチとプレステ4もあります。おで今ちょっと隠れてるんですけど、はい、ここに DJ 機材がDJ 機材があるとそうですね、うん、なんで、まあ、あの DJ イベントするときにはこれをちょっとこっちのデスクのところと差し替えるっていう感じになってますね、はいうんうんはい、でカメラが正面から向いてるカメラが一眼レフの、ね、一眼レフのソニーですね、アルファでしょうかね、 7S2 があって、はい、でマイクが手前にあるっていう環境ですよね。おお、まさに配信という。そうですね。しかし照明、ライティングがすごいですね。そうですね。ライティングが4発今入れてますね。めっちゃ眩しそうですね、これ。そうなんですよ。ただまあなんかやっぱ、あの女性の方とか、ちょっとお肌が綺麗に見せれたらいいなと思って、はいうん、確かにあの多めに入れさせていただいてます。はい。で、バックがそのグリーンのスクリーンですから、はい、あのそうですね。いろんなその黒巻きで抜けるみたいな感じで使えると、はい、座ると、はい、こんな感じで僕が、はい、あ今もう座って中にオーバーレイされてて、そうですね、はい、でバックにゲームの画面、はい、今フォートナイトっていうゲームをフォートナイト立ち上げてまして、ええ、でその中にまあ OBS で今重ねると、おこんなか今 OBS でも合成されてる画面ですね。そうですね、はい、わーすごい感じになっています。これはなかなか自宅で綺麗にやろうと思ってもできないやつですね。そうですね。かなりちょっと下はちょっと配線ちょっと見せれないくらい汚いで、ちょっとあの。いや、しょうがない、それは。はい。電化製品の山ですから。そうなんですよね。ええ。配線はちょっと非常に大変なことになっております。すごいな。で、はい、メインのゲーム用の PC があるわけですよね。はい、はい、そうですね。はい。そちらのスペックってどんなスペックなんですか？Core i9 が入ってまして、はい、グラフィックボードも 2080Ti っていう。うわ、めっちゃ高いやつだ。はい。かなり、まあ、現状あるスペックだと一番多分いいものが。ですよね。20万ぐらいします、しますよ、ね。そうですね。はい。おー、そんな神環境で、ゲームができて、そして配信のクオリティもめちゃ高という、さすが商用のスタジオだけの、そうですね、う完全に配信用のスタジオとなってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、こっちが僕がさっき座ってたあのサブ、あこちらがサブの方ですね。そうですね、はい、でもモニター2枚2枚あって、はい、はいあってまあ、キーボードとマウスがある感じです。はい、はい、まあ、両方同時に使うことも可能だと。そうですね、あの2人同時にプレイすることもできますし、ええまあ、ちょっと簡易的な e スポーツのレッスンみたいなこともやってたりするので、先生というか講師的な方をお呼びして、このスタジオの環境を使って、はい、まあ、練習ができるような形になってます。はい、ね、結構、じゃあいろんな使い方ができるっていう感じですね。はい、そうですね。はい、なるほど。はい、今後、はい、まあ、なんかビデオのスイッチャーとかも入れて、はい、なんか演出面もより、テクニカルなことができるようにしていきたいなとは思ってます。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、すいません。ちょっとご紹介までいただいて。いえいえ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そして、イベンターっていうのがありますけども、こちらは、はい、もともと、僕が邦楽祭という、あの、ワベルビーさんにもご出演いただいたイベントのオーガナイズをやっていまして、はい。まあ、クラブでの、DJ イベント、音楽イベントをメインに、はい、いろんなクラブさんでやらせていただいてまして、はい、最近だと本当に e スポーツ×クラブみたいなイベントを、うんうんうん、クラブキャメロットさんで渋谷ゲーマーズクラブっていう形でやらせていただいたりですとか、はいはい、あとは、全国にこう飲食店をやられてる、うん、会社さんの、音楽イベント事業みたいなののお手伝い、制作ですね。DJ をキャスティングしたり、うん、新しくオープンするお店のレセプションにアーティストの方をキャスティングしたりっていうところもやらせていただいてます。へー、確かにありますもんね。あのお店のオープンで DJ 入れてパーティーみたいな風にしてみたいな、はいはい、それのコーディネートっていうお仕事ですね。はい、なるほどなるほど。まあ、結構じゃあその、まあ、なんていろんな業種をやられてるみたいなことをおっしゃってましたけど、結構やっぱりそのコンテンツっていうか音楽とエンターテインメントが軸っていうので、
はい、そうですね。現場にいるっていうのが一番自分のこう肌に合っているのかなと思っているので、はい、頭を動かすよりはこう手足を動かしている感じかもしれません。なるほど、なるほど。はい。まあ、その現場っていうのが今、この状況って難しくなったりしてませんか？そうなんですよね。もう本当におっしゃる通りで、ちょうどこのスタジオを、実際にこう、レンタル貸しというか、スペース貸しし始めたのは、オープンしたのは5月から一応オープンはしてるんですけど、当然このご時世自粛の期間もあったので、一切その期間に、まあ予約は、一応ローンチはしたものの予約を受け付けられない状態で、場所自体は去年の10月から、はい、物件として借りていたので、はいはい、まあ、水面下というか知り合いベースで多少ランはしていたものの、もう一気に使えなくなったっていう状況がありまして、でかつ同時にもう一つの、まあ、事業の軸であった、イベント事業っていうのを、まあ、完全にゼロに、うんなってしまったっていうのもあるので、かなり大打撃は受けましたね。はい、寂しい限りです。本当に現場ないと僕もラーメン食べるしかやることない人間なんで、まあだってね、はい、イベントできないで、配信スタジオはだから予約は停止中、はい、まだ、はい、まあ、今もまだ停止中ですか？来週明けから、まあ、予約の受付は開始しようかなとは思っているんですけども、実際スタジオが、はい、使えない状態、お客様にこう来ていただくっていうことはできないながらも、今回、まあ、取り扱ってるコンテンツが割と e スポーツっていう、はいはい、オンラインで完結するサービスでもあったので、いわゆる e スポーツ業界的にも、まあ、東京ゲームショウだったりが、まあ、オフラインの会場、毎年マカリメッセでやってるイベントは、オンライン開催になったりとかっていう風になってしまってるんですけど、e スポーツの大会だったりとか、あと、まあ、タレントの方がもう自粛してる中で、ご自宅からゲーム実況の配信をするときの、配信機器として、うちのスタジオを利用していただいたりとか、っていうのは、なるほど、なるほど。はい。やってたりはします。はい、e スポーツの大会とか e スポーツシーン全体もこのコロナの影響って受けたりしてますかね？はい、かなり、打撃は大きく、まあ、昨今だと、まあ、甲子園が中止になったりとか、はい、スポーツのインターハイが中止になったりとかしてると思うんですけど、ちょうど本当に5月には、大阪に日本最大級、はい、アジア最大級ですかね、はい、e スポーツ専用のスタジアムで、はい、レディーというスタジアムがオープンする予定だったんですけども、はいはい、まさにそこも、オープニングイベントが中止、うん、で予定されてたイベントも軒並み中止っていう形で、うん、今多分営業自体はスタートしてるんですけど、うん、大型イベントは完全に自粛という状態になっていますね。うん、観客入れるんですよね、その大会ですから。そうですね、通常は、観客がいて、まあ、はい、いわゆる本当にスポーツイベントと同じく、まあ、家族の方だったりとか仲間内が応援しに来るっていう形の大会をすごくやられてます、ね。うんうん、まあ、ですからまあ、その手としてはそのスポーツイベントと一緒で、その人がいっぱい集まってくるから今はこう やれないみたいな感じに、はい、そうですね、言ってると、はい、うん、でその e スポーツの方もさっきおっしゃられた通り、そのオンラインの開催っていう風になっていってるっていう流れが今あるということなんですね。はい、実況の解説、うん、実況の解説の方がスタジオに集まって、うん、カメラマンがいて、でまあ、その裏にパソコンがいっぱい並んでて、うん、みんなが大会やってるっていうのが、まあ、通常の景色ではあるんですけど、うん、今本当にオンラインの大会なんで、選手もみんな自宅からで、実況と解説の方も、まあ、ズームみたいなチャット機能を使って自宅から配信していて、まあ、それを一つの、うん、なんていうんですかね、チャンネルに配信する映像をまとめる基地局だけ、運営するみたいな形でやられてるところがほとんどかなと思います。うんうん、なるほど。はい、その e スポーツのチームのマネージャーの黒川さんとして、はい、選手からもうこういったそのコロナの状況の今なんか相談を受けたりとかってありました？はい、これが逆にまた、まあ、選手単位になると、はい、もちろんその大会がオフラインになってしまってちょっとショックを受けてるところもありつつ、うん、基本的にプロゲーミング選手は割と本当に自宅でゲームするのが仕事みたいなところもあるので、はいはい、YouTube の配信をこうメインに活動してたりするゲーマーさんとかだと、うん、逆にその
視聴者数は伸びてたりとか、この時期的な問題で、皆さんご自宅の理由伸びてたりとかするので、多少追い風になってる部分もあったりはします。ただまあ、パフォーマンスの場としての大会が中止になってしまっているので、まあ、デメリットももちろん非常に大きくはなってるんですけど。なるほどね。はい。確かに今ね、みんな家にいるっていう、まあ、徐々にまあ戻ってきてるにしろ、もうステイホームで約2ヶ月ありましたから、はい、その間ね、YouTube で配信する人っていうのはすごく増えているっていう、ね。増えましたね、はい。はい。そういう状況になってるということですね。はい。はい、で、まあ、コロナが徐々にですね、緩和されて、コロナというか自粛が緩和されて、まあ、この状況が徐々に良くなっていくっていうふうに今なってきてると思うんですけども、はい、まあそのいつなるかわからないんですが、この状況がクリアになってきて、今までと同じようにみんな外出れて遊べるとなった時に、はい、まあ黒川さんとしてやってみたいことってありますか？そうですね。まあまずは本当に、まあこの期間中に中止になってしまったイベントに、はい、まあ、規模感にもよるんですけど、うん、まあ、ステージの制作を一緒にやる仲間だったりとか、はいはい、まあ、音響照明の仲間だったりとか、うんうん、こう本来イベントがあって終わった後のまあ打ち上げとかが楽しみだったり、うん、まあ、現場の人間はするんですけど、そういったところで、まあ、なんかみんなで乾杯したいなっていうのが一番、うん、大きいかもしれないですね。そうですね。はい。それこそ本当に、クラブで、お酒を飲んで乾杯するとか、今いろんな DJ さんが DJ 配信とかされてると思うんですけど、はいはい、まあ、それで音楽に触れられるっていうのはすごいいいなと思いつつ、うん、やっぱりなんか直接会ってこう乾杯したりとか、うん、コミュニケーション取りたいなっていうのはやっぱりすごい大きくありますね。はい、そうですね。オンラインでやっぱり乾杯してもリアルにやるのには勝てないのかなっていう気も、そうですね、やっぱり別物かなって、違うものになってるかなと思いますね、うん、はい。やっぱりイベントですよね。そのクラブイベント。ね、このオンライン開催っていうのはあったとしても、はい、やっぱりクラブの現場でやるから、なんかね、この上がれる部分っていうのはやっぱありますからね。そうですね。なんか熱量とか一体感みたいなのは、はい、なかなか配信では感じづらい部分だったりもするのかなと思いますね。うんうん、ですね、はい。でもまあ配信は配信で良いところもあると思いますけども、はい、今その配信のクラブイベントもやられてるんですよね。はい、そうですね。はい。クラブタイタンという、はい、毎日、夜の21時から24時までを、うん、はい、バーチャルクラブという形で、DJ が、はい、パフォーマンスしていて、でお客さんは、Zoom の中に参加することによって、はい、まあ、クラブを疑似体験できるというか、うんうんうん、ただ配信を DJ がしているのを見るだけではなく、はい、実際にそこに顔を出すことによって、DJ とコミュニケーションが取れるような形で、うん、あくまでまあ配信イベントではあるんですけど、一方通行ではなく、うん、まあ、総合コミュニケーションが取れるような形の、うん、バーチャルクラブを運営しています。なるほど。その配信してる場所は、はい、NWC スタジオからになるんですか？そうなんです。先ほどゲーミングスタジオという説明をさせていただいたんですけども、うん、はい、先ほどご説明させていただいた通り、空き時間が今現状非常に多くできているので、その隙間時間を使って、うん、DJ 配信をやらせていただいてます。まあでも、はい、クラブタイタンは、はい、一応コンセプトとしてはなんですけど、はい、コロナのウイルスだったりとか、はい、地球上のこういろんな雑音とかストレスが届かない、うん、惑星タイタンっていうのが、うん、土星の周りにある衛星で、うんうんうん、タイタンっていう衛星があるんですけど、はい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 、そこがなんか気候が一応あって、うん、地球に非常に近い惑星らしいんですね。なんで、そこにある、作ったクラブっていう一応コンセプトなんで。なるほどなるほど。はい。なんで、代々木にはありません。なるほどね。代々木にはありません。はい、はい。配信はしてるんですけど、クラブは、土星の近くにあります。土星の近くにあると、はい、そこからもう宇宙を、宇宙空間をね、通って。そうなんです。はい。ウイルスは届かないところでやっておりますので。はい。はい。クラブタイタンは今どういうスケジュールでやられてますか？はい。毎週、月曜日か日曜日に、はい、月曜日が、DJ のタカ、もともとは、西麻布のミューズっていうところをホームに、はい、活動している DJ がいまして、はい。で、火曜日は、DJ の良平で、はい、A-Life という、まあ、ヒップホップのベースのクラブですかね、うん、今は、はいはい。
かなり外国人のお客さんが多いようなクラブでやっていまして、はい、水曜日は、DJ のベイビーティーという DJ が入ってます。まあ割と本当にフェスに出たりとか、まあクラブもオールミックス、または全国のクラブに回らせていただいたりとかするような、はい、マルチな、作曲とかもやってるマルチな DJ が入ってます。で、木曜日は、渋谷のクラブキャメロットで、はい、長年レジデントを務めていて、うん、4月に、フリーランスに転向したんですけど、はい、DJ の笹という人間が、うんかなり DJ 配信カッコ仮ぐらい、ラジオのように喋り続ける配信のイベントをやってます。なるほど。まあ、せっかくオンラインのクラブだし、DJ 配信じゃなく、こう、コミュニケーションもできるから、あの、ナンパとか、そういう、あの、人の友達を紹介するみたいなコミュニケーションを増やそうっていうコンセプトで、木曜日やってますね。いいですね。はい。で、金曜日は、新宿のワープで、サンドディレクターをやっていたりとか、西麻布の A ライフでも、プロデューサーをやっている DJ のブレイズという人が、DJ シティとかでミックスを上げたりとかしてる DJ さんなんですけど、が、入られてまして、で、木曜日は、2Wasted という、かなりインターナショナルなコミュニティを持っている、人間が、DJ をしております。はい、なので、Zoom に入ってくるに、コミュニティも割と、グアムから参加されてたりとか、なんか国際色豊かなパーティーが土曜日になってますね。なるほどね。はい。で、日曜日が、ワンオークというクラブでレジェンドを務めてたリボルバーという DJ が入ってまして、はいはい、彼は今、自宅からの DJ 配信を、うちのスタジオで中継して、はい、Zoom とリンクっていう、まあ、ちょっとまた別の、配信方法でやってるんですけど、うんうんうん、そちらもまたヒップホップベースで、渋谷のハーレムで、レッドゾーンという、ヒップホップのかなり大型のイベントがあったんですけど、はい、そこでもあのレギュラーで出演してたような DJ が入ってます。なるほど、なるほど。はい。じゃあもう、月から日まで週7で休みなく配信。そうですね。ということですよね。はい。黒川さんも休みがないってことですか、これは。休みを、いつ取ろうかなと今検討しているところですね。はい。まだちょっと本当にスタートしたばかりで、本当に最初の1週間とかは、はい、まあ、本当に配線を、音をどこ通すかとか、うん、映像をどこ通すかとかを、全部バラバラのシステムで組んでみて、はいはい、今やっとなんか音が綺麗に聞けて、映像も綺麗に出せてっていうのが、つかめたかなと思っているので、うん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 、あとこの感じのシステムが安定したら休もうかなと思ってます。なるほど。はい。ただまあ、オープンも9時、12時なんで、はい、午前中ちょっとゆっくりしてたりとか、うんうんうん、はい。なるほど、ね。はありますね。はい。なるほど。ちなみに、この、いつまで続けるとか、あったりしますか？弊社の体力が続くま限りというところで、まあ、現状、マネタイズというよりは、はいはい、まあ、本当にコロナで表現をする、場所がなくなってしまった DJ の方にパフォーマンスしてもらいたいっていうところと、あとはやっぱり遊ぶスペースというか、まあ、エンターテインメントの空間として僕も本当に育ててもらったクラブの空気とか、良かったところを、通常の DJ 配信とは違う形で、なんか何曜日のどこどこのクラブに行くと、あいついるよねみたいな、楽しみ方がやっぱりクラブのいいところっていうか、うねうん、なんか、LINE はもちろん知ってるけど、まあ、行きゃあいついるでしょとか、うん、はい、はいはいはい。あそこの曜日の、うん、あそこのクラブ可愛い子多かったよねとか、うん、なんか、あの人の DJ だったらいいよねみたいな、なんかその、クラブらしい楽しみ方を、またちょっとなんか、できるのかなと思ってまして、うんうん、確かにね。で、なんかその中で、なんか、なんとなく今2週間目に突入してるんですけど、うんうんうん、よく見るあの子とかあいつみたいなのがやっぱできてくるんですよ。なんでなんかそこもちょっと本当に、僕も今いろんな配信楽しく見させていただいてる中でも、うちの一つのなんか面白いところかなとは思っているので。うん、なるほど、なるほど。はい。で、まあ、ズームを使って、そういったその、はい、お客さん同士のコミュニケーションっていうのを作られてると。はい、そうですね。そうですよね。で、その配信の画面の下の方にズームの ID が表示されていて、はい。で、
その相手の数字を打ち込んだら、その部屋に入れるみたいな。はい。ですよね。誰でも入れるようになってます。なんか、はい、荒らされたりとかないですか？ズームって一時期あったと思うんですけど。そうなんですよね。実は、うん、僕たちも本当に最初の1週間とかは、まあもちろん知名度的なところもあって、全くそういう嵐はなかったんですけど、ちょうど先週の水曜日か木曜日ぐらいから、急に嵐が発生しまして、まあちょっとなんか、はい、ビデオをオンにしたら、卑猥な映像が映ってしまったりとか、うん、ズーム爆弾ってやつですね。そうなんですよ、はい。コメント欄の、そのチャット欄があると思うんですけど、うんうん、ズームのチャット欄に、うん、なんか、コロナウイルスを持ってるのは誰だみたいな書き込みをなんかちょっと、されてしまったりとかあって、なんとなくその、傾向は練れてきたので、こうログインしようとしてアクセス確認したところでちょっと精査はしているような状態ですのは。じゃあその Zoom の待合室みたいなのあるじゃないですか、はい、そこにバーっと人が入ってきて、はい、そこで入れる人入れない人っていうのを制御しているっていう。なんとなくそうですね、制御してますっていうことは、そこに黒川さんが張り付いてないといけないっていうことになります。僕と、まあ、もう一人、はい、現場のディレクターがいるので、二人体制で、はい、チェックはするようにしてます。わ、大変だそれ、それね、はい。なるほど。そうですね。まあ今そういう難しさがありますもんね、どうしても、ね。そうですね。本当に急に一気に、50人とか待機される時があって。ええー、うわ。もう、これは完全に、最初はなんか、どっかのツイッターがバズって、お客さん増えたのかな、みたいな感じで、こう、どん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 承認してたんですけど。はい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 。もう荒らされすぎてしまうので。なんとなく、やっぱその、アルファベット表記じゃない、なんて言うんだろうな。ロシア語みたいな、ちょっと変形文字みたいなアカウントとかは、基本的にちょっと嵐の方が多かったので、はい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 。その辺を省いてたりはします。うん、まあ、そこ難しいところですよね、はい、その辺はね、はい。はい。ありがとうございます。まあ、そうやって、まあもう今コロナの今ね、e スポーツの方にも影響があり、そしてまあ配信スタジオも、そんな風に予約が取れなくなった今、ゲームの配信、はい、ゲームじゃない、クラブイベントの配信っていうのをやられてるということで、はい、まあこの、4月、5月は特にね、そういった状況になっていくと思うんですけども、まあ6月以降、はい、東京も、その、こう、徐々に生活が戻っていくと思うんですけども、はい。そんな中で、黒川さんとして、まあ最後にやりたいのは、やっぱり、リアルな場所でのイベントをやりたいと。そうですね。いう流れですね。はい。はい。またその時はね、僕もね、ぜひ遊びに行けてればと。ぜひ、DJ としても、またお声掛けさせてください。はい、ありがとうございます。はい。で、今日のゲストはですね、e スポーツ野良連合の、マネージャーやられております。そして、配信スタジオ、NWC スタジオですね。はい。そちらのディレクター、そして、イベンターをやられています、黒川さんにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。